皆様ごきげんよう。ロリータ服を試着してみたときに、なんだか似合わないってなったことはありますか？それで私には似合わないんだとか、可愛い子が着ないとダメなんだと思い込んでしまって、チャレンジを諦めた人って意外と多いんですよ。でも試着してみたら思ってたんと違うってなることがあるのって、ロリータ服に限った話ではないですよね。服が似合わないと感じる原因や努力の方法を把握しておけば、ロリータ服でもそうじゃない服でも自分に似合うものが見つけやすくなりますよ。今回は似合う服の見つけ方2番の自分に似合う色が分かりやすくなるパーソナルカラーについてです。パーソナルカラーとは、人それぞれに似合う色って違いますが、その似合う色を大まかに4つに分けたものです。イエローベースとブルーベースがあり、イエベ、ブルベをさらに季節に例えてタイプ分けします。イエローベースは春と秋、ブルーベースは夏と冬に分かれます。注意したいのが、黄色っぽい肌の色がイエベ、青白い肌はブルベという先入観は間違いだということ。似合う色が黄みがかっているか青みがかっているかという意味なんですね。ピンクだと左の黄みがかったものがイエベピンク、右の青みがかったものがブルベのピンクなんです。パーソナルカラーリストのリホさんがおっしゃるには、黄色人種である日本人の約6割がブルベなのだそうですよ。簡易チェック、ここからはざっくりとしたパーソナルカラーの診断です。あくまで簡易チェックなので、自分に似合う色を完璧に教えてほしいという方は、お近くのパーソナルカラー診断サロンを調べて診断を受けに行くのもおすすめですよ。この動画で簡易チェックをする際の注意です。肌の色味が変わって見えるので、オレンジや黄みがかっている光は NG です。白い光や自然光で明るい場所で行いましょう。自然光の場合は明け方、夕方などは避けて、晴れた昼間の窓辺あたりで行うとベストだと思います。一人で診断すると客観的にわからないので、家族や友人と一緒にするのがおすすめですよ。一般的に男性よりは女性の方が色彩感覚が優れているとされています。一緒に診断をする人は女性の方がよりベストでしょう。それではゴールドとシルバーの色を画面に表示しますね。どちらの色の方が肌が明るく見えるか、手を画面にかざしてチェックしましょう。ゴールドが似合う方がイエベ、シルバーが似合う方はブルベである可能性が高いです。外などで明るすぎて画面が見えづらい場合は、折り紙の金や銀の色のものを用意するといいでしょう。次に春、夏、秋、冬の4タイプに分けるために日焼けのタイプを見ていきます。イエベさんは左、ブルベさんは右の2つのうちどちらに当てはまるかを考えてみましょう。イエローベース、1、小麦肌になり戻るのも早い。2、小麦色か黒に日焼けして色が戻りにくい。ブルーベース、日焼けで肌色が暗くなりにくく、日に当たった後は赤くなりやすい。2、赤くなった後に黒くなり徐々に色が戻る。イエローベースの方は1がイエベ春、2がイエベ秋です。ブルーベースの方は1がブルベ夏、2がブルベ秋です。それぞれのタイプに似合う色はこんな感じ。イエベ春はお花畑のような明るく可愛らしい色合いです。ブルベ夏は少しくすんだ柔らかな色味、イエベ秋は秋の紅葉のような落ち着いた色、ブルベ冬はキリッとした色合いですね。という風に似合う色はこんな感じですが、例えばブルベ夏の方がイエベ秋など自分と相性の悪い色を選んでしまうとどうなると思いますか？老けて見えてしまったり、不健康に見えたり、肌がくすんで見えてしまって第一印象が悪くなっちゃいますね。なので服やメイクの色は好きな色を選ぶというだけじゃなく、自分に似合う色かどうかで着こなしている感や印象がガラリと変わるので注意が必要です。それじゃあ好きなブランドや服
色のお洋服が着れないとショックに思った方が多いと思いますが、大丈夫。似合うコーデのコツとメイクで調整する方法の2種類でお洋服を着こなすコツをお教えいたします。ではまず似合うコーデのコツ。肌が露出している付近、特に顔周りの色をパーソナルカラーに合う色にするだけで印象がぐっと良くなります。例えばロリータ服ならブラウスとジャンパースカートやスカートを合わせるコーデで、メイクとブラウスの色だけ気をつければ大体 OK。 ブラウスならブランドやテイストが異なっていてもカラーバリエーションが豊富なので一気に自分に似合うコーデを組みやすくなりますよ。ブラウス、アクセサリー、メイク、髪色の順で具体的にご紹介しますね。ブラウスの色は春の方はアイボリー、夏の方はオフホワイト、秋の方はきなり、冬の方は黒や純白が似合うでしょう。次にアクセサリーの色です。イエベ春はゴールドで、ツヤありのピンクゴールドが特におすすめ。ブルベ夏はシルバーで、ツヤなしやプラチナシルバーがおすすめですね。イエベ秋の方はツヤなしの上品なイエローゴールド、ブルベ冬はシルバーでツヤありのものがおすすめです。次はメイクの色。アイメイクはイエベ春の方は明るいフレッシュな印象のメイクが似合いますね。ブルベ夏の方はロマンティックで繊細な印象の目元のメイクがおすすめです。イエベ秋の方は落ち着いた上品な印象の色味です。ブルベ冬は知的で都会的な印象の色が似合いやすいですよ。リップ、チーク、イエベ春の方は黄色寄りのピンクなどで明るいトーンのものが似合います。ブルベ夏は青みがかったくすみカラー、イエベ秋はオレンジっぽいちょっと落ち着いた色合い、ブルベ冬ははっきりとした青みのピンクが特におすすめですよ。髪色、イエベ春の方はピンク系のブラウンなど、ブルベ夏はグレー系やアッシュ系のお色が似合いやすいですね。イエベ秋はオレンジ系や落ち着いたブラウン、ブルベ冬は黒髪がとても似合いますよ。肌色を変えちゃおう。でもアリスちゃん、私ブルベ冬だけどくすみカラー好きなの。いきなりのブラウスとか着たい、助けてと思った人ご安心ください。ベースメイクをするときにコントロールカラーを上手に使えば大丈夫です。コントロールカラーはベースメイクのファンデーションなどを塗る際に肌の色を変えられる便利なアイテムです。ドラッグストアのコスメコーナーや無印良品などで購入できますよ。こちらはフォロワーさんにいただいた情報の引用です。肌色は人によって異なりますが、目安としてご利用ください。イエベはピンク、ブルベはグリーンのコントロールカラーでニュートラルな印象に近づけるそうですよ。首は色付きの日焼け止めで調整、お顔は薄塗りの場合はカラー下地とお粉、厚塗りの場合はカラー下地と自分の肌に似合う普段使っているリキッドファンデ、お粉はこのファンデとは反対の色味のものを使うといいそうです。これで普段なら似合わない色味の服を着た際の違和感がかなり緩和されるみたいですね。地肌の反対色っていうのはピンク系とオークル系とファンデーションあるんですけれども、オークル系が似合う方はピンク、ピンク系が似合う方はオークルということですね。どういうことか分かりやすい画像を用意したので合わせてみましょう。こちらはイエベさんに多い肌色をイメージしています。ピンクのコントロールカラーを足してみると印象が変わりますね。反対にブルベさんはこんな感じ、色付きの日焼け止めでカラーコントロールできるアイテムもあります。顔以外はこちらを塗るといいでしょう。それぞれの色のカラー下地を塗ってから粉で仕上げる簡単な方法ですね。メイク初心者さんはこのベースメイクを施してから目や唇などに普段似合わない色のポイントメイクを試してみるのがおすすめです。厚塗りの場合ですね、がっつりメイクを楽しみたい場合はコントロールカラーの上に普段使っている
自分の肌色に似合うリキッドファンデを塗ります。オークル系の肌の方はピンク系のファンデ、ピンク系の肌の方はオークル系のパウダーファンデーションなどの粉で仕上げます。よりニュートラルなお肌にチャレンジして、好きな色のメイクや服を思いっきり楽しんじゃいましょう。とここまでお話をしましたが、パーソナルカラー自体も100人いれば100通りの肌の色が微妙に違うものを4タイプにパターン分けしただけのものです。自分のタイプに似合う色もあれば似合わない色もあったりしますし、他のタイプで意外と似合う色が見つかることもあります。なので私はこのタイプだから絶対この色じゃないとダメなんだとガチガチに凝り固まるのではなく、あくまで目安として活用していただければなと思います。骨格タイプ別の似合うロリータ服については以前の動画でもお話ししていますので、ぜひこの動画と合わせてご活用くださいね。アリスちゃんチェック。今年の衣装テーマは世界旅行。世界各国の衣装をモチーフとしたロリータコーデを毎月発表しております。今月8月はフランス、マリー・アントワネットの時代のシュミーズドレスをモチーフとしております。2016年スプリングサマーのジバンシーのコレクションや、以前動画でご紹介したロリータブランドのビクトリアン・メイデンさんの洋服にも見られますね。このシュミーズというのは本来下着のことで、18世紀フランスでは宮廷衣装としてローブ・アラ・フランセーズというドレスが正式でした。この宮廷ドレスの着付けとしてはシュミーズの上にコルセット、その上にスカートを膨らませるパーツを取り付け、幾重にもペチコートを重ね、ストマッカーという胸当てを取り付けて、姿勢を良くするために棒を中に仕込み、さらにアンダースカートを着て、その上にやっとガウンのようなドレスローブを羽織るという大変堅苦しいものでした。フランス王太子妃や王妃ともなると、様々なエチケットの他に着替えや食事まで公開したりと、息が詰まることをこの上なかっただろうなという感じだったりします。そんなマリー・アントワネットがプチ・トリアノンという離宮でプライベートな時間を楽しむ際はこのシュミーズドレスを好んでいたそうですよ。今月のアリスちゃんチェックではこの衣装についてのお話をしてまいります。次回は18世紀で最も成功した女性画家、ルブランの絵画からのデザインの引用などについてお話をいたします。マリー・アントワネットのシュミーズドレス姿を描いた彼女のお抱え画家でもあったんですよ。次回のアリスちゃんチェックもお楽しみに。最後までご視聴いただきありがとうございます。左下が前の動画です。新しい動画が更新されたら右下に表示しますよ。動画リストは左上にありますよ。この動画を気に入っていただけたら高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。